はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は視聴者様からいただきましたリクエストにお答えする動画をお届けしたいと思います。リクエストをしてくださったのはスガッティ門下生のリンコリンコさんで、リクエストの内容はですね、女優の原日出子さんを占ってほしいという内容でございました。なので今日はその女優の原日出子さんと、あと先日自ら命を絶ってしまったその原日出子さんの旦那さんの渡辺裕之さん、このお二人をですね、生命判断した結果をお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。そして皆さんも占ってほしい、まあ、事件とかニュースとか、有名人、歌手とかね、アイドルとか俳優さんとか、その他生命判断に関するご質問とか疑問とかありましたら、ご意見などもねありましたら、こちらのコメント欄の方にお寄せください。そして、自分も生命判断占ってほしいなという方はですね、このスガッティチャンネル、LINE で占いのお申し込みを受け付けております。この画面の隅っこにある QR コードを読み込んでいただくとか、あとはこの動画の説明欄にお申し込みはこちらという形で、URL が貼り付けてあります。その URL をポチッと押すと、このスガッティに LINE が直通でね届くように、設定されておりますので、ぜひ占いご希望の方はですね、スガッティ宛に LINE ください。特にお近くに妊娠中のね、これから出産を控えてらっしゃるママさんがいるとか、占い希望のね、お友達がいるなんていう場合もですね、スガッティチャンネルをご紹介してあげてやってください。はい、それでは本題に入りたいと思います。まずは、リンコリンコさんからのリクエスト文を皆さんと一緒に読み返してみたいと思いますので、一旦画面を切り替えます。はい、それではですね、今日は、こちらスガッティ門下生のリンコリンコさんからいただきましたリクエストで、渡辺裕之さんと原日出子さんの占い結果をお伝えしてみたいと思います。まずこちらですね、こんにちは、原日出子さんの生命判断気になります、教えてくださいとのことで、はい、いつもコメントありがとうございます。今日はリンコリンコさんのリクエストにお答えしましてですね、まずこの原日出子さんですね、占ってみたいと思うんですけれども、ちょっと紹介しますと、1979年に映画夕焼けのマイウェイで劇団四季の研究生として女優デビューされて、で映画に初出演&初主演も務められたんですね。夕焼けのマイウェイという作品だそうです。そして1983年に高校時代の同級生と結婚し、一女を設ける。1987年に離婚されて、で1994年に渡辺裕之さんと再婚し、一男一女を設ける。2001年にパートナーオブザイヤーを受賞されたということでね、もう芸能界でもおしどり夫婦でね、とても有名だったわけなんですけれども、まあそんな原日出子さん、こちらですね。はい、これが夕焼けのマイウェイの、ジャケットだと思います。ね、可愛らしいですね。これがデビュー作だそうです。で、芸名なんですけれどもね、原日出子さん、原が10、日が4、出るが5、子が3ですね。合計総角が別れの象徴22角になります。その他もね、ちょっとこれ、まあ、パッと見てよろしくない数列ですよね。まあ、この度、渡辺裕之さん、旦那さんがね、まあ、残念なことに、自ら命を絶ってしまったわけなんですけれども、むしろ、原日出子さんの方こそ、なんかそういうことになってしまいかねない、ちょっと数列なんですね。こういうキーワードからの、こういうキーワードだったりなんかしますんでね。これとかもちょっと不吉ですよね。で、この芸名はですね、劇団四季の研究生時代に決まったもので、このね、先ほどご紹介したデビュー映画、夕焼けのマイウェイを制作した、この若い根っこの会っていうね、なんかその、まあ、なんだろう、これファンクラブなのかな、わかんないけど、そういう会があって、その会の会長、加藤秀夫さんから名前をもらって、秀子。そして、まあ、お母さんの旧姓がね、原さんだったそうなんで、なので、原日出子という名前にね、これは、岡崎監督、この夕焼けのマイウェイの監督が名付けてくださって、で、そのまま芸名ずっと使ってらっしゃるってことなんですね。でもね、やっぱりこういう安直な決め方しちゃうと、やっぱりこういうことになっちゃうんですよね。やっぱりお名前は丁寧にきちんと計算して設計しないと、やっぱりダーキオネームになっちゃうんですね。このように、画数を考慮せずに名付けた場合、確率としては1箇所から5箇所に、基地数と共数は半々になるんですよ。だから、例えば、まあ、10、11、14、18、9、12、22か、1、2、3、4、5、6、7個。1文字名ですからね。1文字名の場合は、5箇所に7個の数字が並びます。これ、普通にね、2文字名とか3文字、あ、2文字名字とか3文字名字でしたら、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所で、5箇所、全部で5個の数字でいいんですけれども、これ1文字名字っていうのは非常に難しいんですね。7個の数字持たなきゃなんないから、7個とも基地数にしなきゃなんないわけで、7個とも基地数になる確率って、
0.7% なんですよ。もう100人に1人も無理なの。だから好んで一文字名字とかしちゃダメだし、特にね、原なんていう、これとても難しい名字なんで、やっぱり素人が選ぶべきじゃないんですよね。だから全国の原さんね、これ、必ず赤ちゃんの命名の時は、スガッティチャンネルにご依頼ください。自分で、まあ、無料生命判断サイトとかね、赤ちゃん名前辞典なんか買って、名付けたら、多分失敗します。でね、この原秀子さんの場合も、7つ数字がある中で、普通ね、確率で言うと、半々ですから、基地数と共数って。だから、7つあれば、な、3つか4つは基地数で、3つか4つは共数になるんですね。でも、原さんの場合はね、基地数が、1個2個、11と18、しかも11はほとんど影響していませんから。だから、影響してくれている基地数は1個しかないの。18しかない。しかも、外角っていうね、まあ、言ったら、重要度というか、まあ、優先順位で言ったら、やっぱり双角1番、で、内角2番、で、明角3番とかね。まあ、女の子の場合は明角2番、内角3番みたいな感じなのかな。やっぱりね、外角はやっぱ優先頻度で言うと、まあ、4番目ぐらいなんですよ。だそこにね、1個。しかも、半分。0.5個っていうぐらいだよね。はい。9が大共数、18が基地数だから、まあ、0.5 の、基地数を持ってるっていうだけなの。だから確率で言ったら3個4個は基地数影響させてくれるはずなんだけども、それが、0.5 個しか影響してないというね。まあ、こういう場合もあるよね、もちろんね。はい。これ非常に、アンラッキーなお名前なんです。読み進めてみましょうか。まあね、一家離散数12画と家族疎遠数14画のコンボ。これもう大体離婚します。12と14のコンボ、組み合わせ持ってる方はね、大体離婚するし、大体親御さんも離婚しちゃいます。このコンボはね。まあ、絶対これ組み合わせちゃダメ。しかも双角が別れの象徴22画ですから、別れるに決まってるっていう芸名なんですね。まあ、芸名ですから、出生名じゃないから、まだマシなんですけどもね。はい。で、これだとね、やっぱり夫である渡辺裕之さんよりも妻の、原秀子さんの方が、こちらのメンタルの方がよりよっぽど心配なんですね。で、ね、現に1983年に、高校時代の同級生とご結婚されて、で、4年後にね、離婚されてしまいました。これが、まあ芸名だとしても、やっぱ認知度がね、高まってくるにつれて、やっぱこの12、14、22のトリプルコンボ、これが影響しちゃうんですね。そうなんですよ。まあね、一番大事なのは出生名ですけれども、やっぱり画数の影響っていうのは、認知度とか知名度、そういった、まあね、どれだけ幅広くこの名前を知ってるかっていうね、それにかかってくるんですよ。この画数の影響っていうのもね。だから、もうこの頃になってくると、この頃ね、なってくると、原秀子さんの本名を知ってる人よりも、原秀子っていうね、女優さんの芸名を知ってる人の方が、その認知度、知名度の方が幅広く、より確実に知っちゃってるもんだから、だからもうこの12、14、22のトリプルコンボで離婚しやすくなっちゃうんですね。だからその逆にね、皆さんも出生名が大共数だったとしても、ちょい足しアレンジで戸籍から変えないまでもね、通称名とかでこう名乗ってるお名前で大吉ネームを名乗れば、その大吉ネームの認知度、知名度をより多くの人にね、確実に広めることで運勢が大吉に好転してくれますんでね。なので、諦めちゃうんじゃなくて、必ず、スガッティチャンネルに、大吉アレンジのご依頼をお申し込みください。はい。そして、こちらがですね、実は本名なんですね。のりこさん。で、渡辺裕之さんと結婚したことによって、現在の本名がこちらなんですね。今はとてもいいんですよ。良きパートナーに恵まれる、47画なんですね。超大吉数です。しかも、31画。これもね、美男美女数だし。で、12画もね、これも、まあ、大共数ではありますよ。家庭運は大共数だけども、これも美人数なんですね。美人数2つ、あ、どっかに書いたかな？はい。この辺に書いたっけな？書いてないな。はい。本名もどっちみちね、名前足す名前は、一家離散数12画なんですね。ノリが9、コが3だからね。ただ、ノリはこれ、3随だけで4数えますから、だから9なのね。渡辺の渡の字も、鍋の字なんか22なんだけど、これ22もないでしょ？だけど、鍋の字ってほら、難しい方の鍋の字あるじゃないですか。ここに書いたかな？あ、ここに書いてないね。うん。難しい方の鍋の字で、数えるっていうのがね、これ生命判断の、もう誕生した頃からの鉄則なんですね。これ伝統的なルールなんです。これは、守るようにしましょうね。はい。どっちみち、一家離散数12画は変わらないけれども、まあ、この辺のね、その他の数字とか、双角が超大吉数だから、まあいいじゃないかってことですよね。でも、渡辺、あ、そうそう、これ、このね、鍋の字。
渡辺博之さんと結婚して授かった今現在の本名が一番いいんじゃないかなと思います。はい。で、ウィキペディアで調べてみましたら、結婚前の旧姓もね、あるんですよ。で、ただ、その旧姓っていうのが、出生名っていう意味の旧姓なのか、あるいは、ほら、ここで離婚されてるじゃないですか。だから、この高校時代の同級生の、ね、お名前、名字のままの、名字なのか、それは不明なんですけれども、まあ一応ね、旧姓っていうことなんで、そちらも見てみましょうか。こちらが、珍しい名字なんですよ。なんて読むんだろう、孫めだったり、まかごだったり、馬かごさんだったりするらしいんですけれどもね、全国に930人しかいない激レアさんなんですね。これね、名字のルーツは、孫にも衣装の孫っているじゃないですか。まあ、馬を引いて、人や荷物をね、運ぶ職業。それが由来になってるそうなんですよね。はい。まあ、朝鮮とか、チャイナの、非華人が、まあ、ルーツになってるそうなんですけどもね。だから、原秀子さんも、辿ると、先祖辿ると、江戸時代ぐらいまで行くと、多分、まあ、ご先祖様が非華人なんじゃないかなと思うんですよね。はい。ちょっとすいません。こちら、マカゴかな？はい。のりこさんですね。これが旧姓だそうです。そうすると、こんな画数になっちゃうんですね。大波乱数44画なんですよ。また、ほら、カゴの字が鍋の字と同じ画数なんですね。だからこの、ほら、美人数はずっと持ってんのね。はい。だから、美人なんですね。そして、名前足す名前もね、ずっと美人数12画だから、1231の組み合わせずっと持ってたんですね。美人なわけですよね。はい。ただね、これ、災難に見舞われて、数奇な運命に飲み込まれる、波乱数44画、大波乱数なんですね。これ、出生名だとしたらちょっとやばいんですね。だから、離婚した元夫の名字だったらいいのになっていう感じ？はい。まあ、出生名だとこれちょっと、本当にね、やばいですよね。だから、原秀子さんのせいとは言わないけども、まあね、この、まあ、画数だと、本当に家族を巻き込んで、不幸に見舞われてしまうね。そういう数字なんですね。もうますます原秀子さんの方が、これ心配なんですよね。はい。まあ、美人数12、31、それと、あと、ほら、人気者数13画もありますんでね。総画以外はいいんだけれども、やっぱりこれだと根っこが腐っちゃってますんでね。ちょっと恐ろしい画数でございました。で、まあね、夫の渡辺博之さんも、ちょっとだけ、見てみましょうか。はい、こちらでございます。ご覧ください。ちょっとその前に、これがね、若かりし頃の、渡辺博之さんなんですけども、ちょっとプロレスラーかボクサーか、格闘家みたいじゃないですか。ちょっと、さすがですね、このブーメランパンツといい。そしてこれ結構最近だと思うんですけれどもね、最近でもまだこんなにマッチョ。これは脱ぎたくなりますよね。ファイトーイパーツなんて言ってた頃でしょうね。はい。で、渡辺博之さんのこちらが、画数でございます。よいしょ。はい、ご覧ください。総画52画はね、これ情報屋の52画、超大吉数なんですよ。だから、秀子さんと、原秀子さんとの夫婦関係では、夫婦で超大吉数同士ですからね。だから、まあ、ラブラブで良かったんでしょう。はい。で、とてもね、まあ、これ、こうなっちゃうような数列とは思えないんですよね。あ、これ初めて聞きましたけどね、ここは医師って読むそうなんですけども、はい。まあ、残念でございますけれども、まあ、総画含め、とてもね、吉数揃いでいいじゃないですか。総画は先見の明があり、あらゆる情報を駆使して成功する007数というね、52画。その他、17画、35画を2つずつっていうね、吉数揃いで、強さと優しさを合わせ持った数列。まさに、渡辺博之さんそのままですよね。強さ。もう、絶対強いけど、でも、性格はね、すごく優しい、ね、夫婦睦まじい感じが出てましたもんね。強さと優しさそのまんまだと思うんですけれども、残念なことになってしまいました。以上かな。はい。この度のね、渡辺博之さんの、ご冥福を心からお祈り申し上げます。はい。今日は以上でございます。皆様からのリクエストなどもお待ちしております。見終わりましたら必ず忘れずチャンネル登録もお願いします。そしてこの動画を見てね、まあ、ざっと流して、占い結果をお伝えしましたけれども、ちょっとわかりにくいところとか、もっと深掘りしてほしいところとかね、ありましたら、コメント欄の方で、ご意見お待ちしておりますので、ぜひ皆様、どしどしコメントお寄せください。それでは、また次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。Na na 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 na